鳥取藩主池田忠勝,勝子はですねあの岡山藩の2代目藩主でもあり、えー、そもそも照正公の三男なんですけども、えー、池田家の宗家の2代目ということで、えーまあ、鳥取藩の方ですねこちらにいたわけなんですけど、えー、と早くしてちょっと亡くなってしまってあのお子さんたちもみんな小さい、えー、例えば光中公にしても3歳わずか3歳なんですよね。 それであの、岡山藩を継ぐってわけにもちょっといかないので、まあ、結局、えー、国替え本来は、えー、海域でもあったんですけど、まあ、イエス公の地筋の関係からもですね、岡山と鳥取を入れ替えてだから本気筋の方といえば、まあ、岡山藩の方になるんでしょうけど、まあ、あの入れ替えただけですので。あの 例えば、えー、そもそも池田光政公という方は岡山なんですけども岡山藩主なんですけどもその前は鳥取にいたわけですからね、まあ、年齢的に少し上だったんで、えー、この三中湖と入れ替わったということになりますよね。で田中公の方はですねあの、まあ、父親が父親なだけにですねまあこの姫路を中心にとする大両国を築いた池田輝政公の3なんで。 ありましたから、まあ、実際にはねあのどうでしょうねあの、まあ、要するに2代目ですよ、苦しい二代目であまりお名前が上がってこないか時が多いんで、えー、ちょっとどんな活躍をしたのかなと思っていろいろ見ていたんですけども、まあ、あのその血筋でいうとね、まあ、徳川外山大名なんですけど一計だけという特別な価格からですねもうほとんど、えー、審判大名系ですよね家康公の血筋とももちろんありますけども。 <coughs> 娘さんが池田家に嫁いてますからね、えー、その関係で和田、まあ、勝子もですね、えー、岡山藩士で会ったんですけども、えー、まあ17歳ということで兄の忠次、ね、子がいきなり亡くなり、えー、つまり照正公以降ですね結構幼少の陽君が続いて本来でしたら、えー、たとえ池田家でもですね松平家でも取り潰してたのに。 池田家だけなぜ残ったのかっていうのもあるんですけどもちょっと3歳とか7歳とか9歳ではあの大半の藩主はちょっとどうしても務まらないと思うんですよね家臣の乱れお家騒動の元になるんですけどもそれをなんとかくぐり抜けてですね、えー、両藩とも幕末までとその根本になる方のお一人になりますよね忠勝子、まあ、兄が、ね、亡くなった経緯もあるんですけど忠次子も結局針間、まあ、とか姫路って えー、姫路ですね、の、えー、父の医療がありますから、あのー、そこで藩主と、本来そういう形だったんですが、まあ、淡路とか、周りの両国も含めると92万国もありましたから、池田輝政公という方はどれだけすごいのかなと思いますよね。まあ、ちなみに、あのー、照住という方もね、あのー、山崎藩で3万8,000石、阿もそうだったんですけど、正角が3万5,000テル・オキ公はあのー、平福藩、あのー、最近、 有名な、えー、李幹朝ですか、あそこの藩ですよね。えー、それと多、えー、田勝子の領が本,本国が32万国もありましたから、えー、とんでもないあの数量の大きさですよね。と様とはとても思えないですよ。はい。で、えー、まあこの方の知識としてはですね、多田勝子実際あのー、そんなに長生きじゃなかったんで、いつ こ,ことをもってですねこの人の話の中心にしたいかというのもちょっと難しいところなんですけど、まあ、約30歳ぐらいのねあの生涯でしたからどうでしょうねちょっと反省のその魅力というところでは、まあ、あの城下町とねあの岡山城の拡張とかいろいろそういう。 本格着手の前にということでねこれからという時だったんで、まあ、でも城下町の整備っていうのはこの方を中心にやってたみたいですから、まあ、2代目3代目と持、まあ、てば三つ政公で、えー、成就するという感じですよね、まあ、あの池田三つ政という方もう名君中の名君で言われますけど、まあ、その方のねやっぱり一、えー、人だけの代理ではなくてですね、えーまあ、照政公なきゃあとこのただ勝公の活躍 によって、えー、その後の岡山館、岡山藩及び、えー、池田家の繁栄があったと言っても過言ではないと思いますよね。まあ、お兄さんがね。ちょっと早く亡くなってたっていうのもちょっと気がかりですけども。も、えー、実際はえと30歳ということで、城郭の整備とそうですね。町のそうですね。河川の改修とか、うん、町ちづくりですよね。その辺に尽力した方だと。 いう他にもいろいろあると思うんですけどもなかなかあの資料が少ないものですから、えー、池田忠勝子、実際どんな方だったのかなと興味あるんですけども、えー、ご親族関係も含めてですね、えー、ゆかりの地とかあればまた訪問したいと思います。池田忠子でした。